主様、早くお出かけに行こう。俺は知らない。こんな乙女。ことの始まりは神からの知らせだった。ネルが主様とデートをしたいそうです。デート、いつも通り荷物持ちか。わざわざ言い方変えてきたのは断られないようにするためか。それがその、本当に男女のデートをご所望で。おい、大丈夫か。何かのドラマに影響されたか。私だってわかりませんよ。でもわざわざこんなことで私を伝言に行かせるあたり、ネルは本気です。何の企みがあるんだ。甘えておねだりとか、ネルのプライドを捨ててまでするか。豪邸だぞ。否定できないほどの非常事態、心中を察しします。集合場所ですが、地球に行き、そこで A 店の羅針盤にいらしてください。ネルは迎えを待つとのことです。さすが、主である俺を平然と動かすあたり、間違いなくネルだわ。お待ちしておりました、主様。本日はどうかよろしくお願いしますね。誰だおめえ。ネル、一体どうしたんだ。何があった。いわゆるデレというやつです。たまには女性らしいところも見せておかないとなっと。ネルプレイゼンが最悪だけどね。デートというならせめて待ち合わせくらいしてなさいよ。あら、死んだら、その口を止めにならないとお団子部屋で一週間過ごさせますよ。性格の悪さは健在ね。とりあえずデート行くんだろ。どこに行きたいんだ。私に決めさせてくれるの、すっごく嬉しい。あ、もうダメ、鳥肌が止まらない。主様、私今日のために丹精込めてお昼ご飯買ってきたの、食べて。作ってきたみたいに言うんじゃねえよ。知ってんだぞ、お前パン屋からパン買ったついでにトングそのまま盗んだだろ。知らない。だって気づいた時には手の中にトングがあったんだもん。ずっと持ってたらそりゃずっと手の中にあるだろうよ。寝るって自炊とかするの。私豪邸だよ、当然全部真にやらせてる。当たり前みたいに言うなよ。もし俺と二人暮らしってなったらどうするんだ。そういう時は自炊するのか。そうだね、その時は真心と愛情を込めて真に作らせるわ。作らせるの真かよ。あとは見えるかな。どうせノートは言わないだろうし、言わせないし、えへ。可愛く言っても性格の悪さが溢れ出てるからな。ダメだ、どんなに取り繕っても隠しきれない豪邸か。でも一体ネルは何を企んでいるんだ。主様、私を買い物したいんだけどいいかな。どうぞどうぞ、お好きなところにお好きなだけ行くといいさ。あれ、買い物はもういいの。うん、買いたいものなんてないしね。私の目的はここに来ること、そのためにわざわざこんな慣れない態度とか慣れない喋り方をしてる。いやいや、公園にショッピングモールにいろいろ言っておいてよく言うよ。っていうのは黙っておこう。これも全部感謝の気持ちを伝えたかった。だから私なりに頑張ったの。私はね、心の底から幸せだって言える。ミガドルエデンの誰よりも私を特別に見てくれている。そして特別にしてくれた。その感謝をね。私はきっといつもだと上から目線できっと濁してしまう。だから今日だけ、豪邸を脱いでこうやって一人の女性として感謝をしたかった。それだけ。それで海か、意外にロマンチストだったんだな。感謝するのは俺の方だよ。俺が俺らしく戦い生きていけるのは間違いなくネルのおかげなんだ。別にここまで感謝されることじゃないよ。でもそのキャラは勘弁してくれ。わざわざ食用霊装まで身につけてこなくてもいいだろうに。私が主様の特別になったという大事なものだ。こういう時に着ないと追いつきる。そうそう、そういうのでいいんだよ。まったく、せっかく主様が喜ぶようにしてやったというのに、主様がド M で悲しいぞ。それで寝る、本当に欲しいものないのか。あっても主様に言う意味ないだろう。自分で買えるのだからな。ことかも苦労するよな。互いに金遣いが荒いパートナーを持つと。余っていても意味がないだろう。自己投資ができないというのは成長の見込みがないということでだな。はいはい。ソラリアさん、この泉って入って大丈夫なのですか？入って危ない泉はありませんよ、若姫。ソラリアさん、多分この泉、すごい冷水じゃないですかね。琴花さんは温泉施設に入ったことないですか？あるでしょ、水風呂、それと同じです。温度はマイナス。温泉施設の水風呂は10度あたりです。一桁台はまだしもマイナスなんていきませんよ。極寒地帯の泉じゃないですか。大丈夫、この世界は死なないから、死ぬほどの思いをするだけだから。それが一番苦しいって知ってますか？初めてここに来た時は素晴らしい世界だと思ってたんですけどね。実際に回ってみれば大半がまともに入ることができない泉ばかり。まともに入れないのは若姫が頑張れないからですよ。感情論や根性論でどうにかなるならいいですよ。ですが以前パト君が来た時、即座に死に
な顔してたじゃないですか。神聖の泉を下心 100% で入れば痛い目にも合いますよ。無料の温泉旅行と勘違いしてません。どうせ裸の若姫と一緒に混浴できると浮かれていたのでしょう。まったくそういう目的なら第一区の沿線に行けばいいものを。遠回りに行くことかと一緒に温泉を楽しみに来た、みたいな性を踏むからそうなるのです。それは私もちょっと期待してたところはありますし。パパ君だけの責任ではありませんね。若姫、最近やけに目の色が変わりますね。何かの訓練でも。負担と能力使用の控えになれるためです。だからできる限りは無意味でも能力の目で過ごしているのですよ。ならば第6区の優先ですよ。若姫の特性を強化するにはもってこいです。優先ですか。あそこは温度変動がすごすぎて長くは入っていられないんですよね。そもそも私自身長湯は苦手なんですけどね。そう考えたらどこも普通に入れないのが辛いですね。私たちが今いる第0区の全ての状態異常や傷を回復させる源泉状態は適温、その人に適した温度に自動で変わるらしいですね。第1区沿線、私の演歌の熟練度を上げる泉、入ることで浴場芯が湧いて、浴場波の触れ幅が多いほど熟練度が向上します。状態は適温微薬、同じく適温ですが、泉自体が浸透性の高い強力な微薬のため、元気がない時でもここに入れば元気になるみたいです。何かとは言いませんがね。第2区当選、私の投下の熟練度を上げる泉、入ることで闘争心が湧いて、闘争心を維持し続けることで熟練度が向上します。状態は超熱湯、全身やけどは免れないほどの熱湯で地獄の釜湯で地獄を連想させられますね。第3区優先、私の床の熟練度を上げる泉、入ることで慈愛心が湧いて、慈愛心を維持し続けることで熟練度が向上します。状態は粘着適温、パト君曰くローションブロゼンとのことです。第4区安全、私の安価の熟練度を上げる泉、入ることで恐怖心が湧いて、恐怖心を維持し続けることで熟練度が向上します。状態は深海、深海の状況とほぼ同じらしいから拷問に近いですね。息できませんし、深海ですから、しかも泉なのに深海という矛盾、笑えますね。第5区五線、私の五花の熟練度を上げる泉、入ることで忍耐心が湧いて、忍耐心を維持し続けることで熟練度が上がります。状態は超冷水、ついさっき初めて行ってみたのですが、まあ、極寒の地でマイナス何度かわからないような水には入れませんね。はい。第6区優先、私の優化の熟練度を上げる泉、入ることで勇気が湧いて、勇気を維持し続けることで熟練度が上がります。状態は変温、常に温度が変わり続けて、その触れ幅が大きいので長湯前提のこの泉では結構辛い環境です。全体的に暗いのもちょっと怖いですね。第7区混戦、私の根下の熟練度を上げる泉、入ることで無心になり、無心を維持し続けることで熟練度が上がります。状態は常温、常温といっても日に温度が違って、常にその温度って意味らしいです。ただ温泉を楽しむならここが一番まともかもしれませんね。香りも日によって変わりますから飽きませんしね。第8区受験、私の樹下の熟練度を上げる泉、入ることで悪心になり、悪心を維持し続けることで熟練度が上がります。状態はヘドロ湯、臭いです。熱くてもぬるくても深いです。一度入れば匂いがなかなか取れないので嫌いです。一番入りたくないです。若姫、まだまだ泉をいろいろ作ってますからね。日替わりジュース泉、日替わりお酒泉、森林浴泉、あとは若姫の歌姫適性と何をつなげるかですね。放送を練っている間が最高に楽しいですね。ジュースは入るとネバネバしそうですし、お酒はアルコールなので匂いがきつそうですからやめてほしいですね。では香水の泉、黄金の泉、ダイエットに最適、満腹の泉。香水も粉末でちょうどいいんです。液は匂いがきついです。黄金は一見良さそうですが鉄類ですよね。悪影響が多そうです。あと満腹になるのは飢餓がわからないため、ある意味泉を出た時が地獄です。あとスルーしてましたけど森林浴、もしかして虫や寄生虫、変な動物もセットではないですよね。森林を堪能するのですから当然です。絶対に却下、採用するにしてももっとまともな泉にしてください。当分は新作に期待できませんね。今あるものでなんとか強くならないと。詳細を知ったが随分ユニークな世界観だな。そうですね。何せ住人も誰もいない。私と若姫と若殿の3名だけの世界。好きに泉を作れるだけの世界ですからね。私欲でたくさん泉を作れば良いではないのか。世界はもっと広いのだろう。それがですね、若姫の現時点の歌姫適性がそのまま世界のコストなので、無駄遣いすると若姫怒るのですよ。原因がことかにあるのならことかをとことん鍛えればいいのだ。自分自身のためにな。私はそうしている。さすがネルさん、また一緒に飲みに行きましょう。おしゃれなお店見つけたんですよ。